聖剣伝説レジェンドオブマナエスカデ編やっていきます。ダナエ様がお戻りになってます。お通りください。結局帰ってきたんだ。これはなんだ。鳳凰の回廊。わからん。マチルダ行きましょう。どこへ。ミンダ追跡。そこで少し力をつけましょう。そして妖精たちの国。妖精界はこの世界とは時間の流れ方が違う。あなたも迫り来る死から逃れられる。アーウィンに会ったのか。会った。彼は何か言ってましたか。彼に会って、あなたを救えるのは彼、エスカデじゃない。それにアーウィンを止められるのもエスカデじゃない、あなた。ダナエ、悪魔に見入られたか。アーウィンは俺が倒す。お前の仕事はもう終わりだ。エスカデ、言い過ぎよ。ダナエ、そばにいて、お願い。くっ、問答無用すぎんな。致命傷じゃない、考え直せ。悪魔、悪魔はあなたよ。賢者から技を学んだなんて全て嘘。たわごと。だ、困った。呪文を唱え始めている。マチルダ、無理はしないで。呪文は使わないで。ワープした。あれ、俺もいなくなった。ってか3人いなくなったか。風の塔。うう、待って。アーウィン生きていた。私信じてた、ずっと。マチルダ、君は変わっていないな。何を言ってんの。ほら、ちゃんと見て。たった10年でこんなおばあちゃんになっちゃった。外見は変わった。外見だけなものですか。考え方も随分悲観的になった。あなたも悪魔のくせに随分早く年を取ったんですね。精霊界は死ねを強く反映する。イメージ力さえあれば好きな年で過ごせる。だから私を妖精界へ。それもある。妖精たちは受け入れない。受け入れるかどうかじゃない、俺には力がある。受け入れさせる。醜悪な人間たちの作ったルール、死すべき運命。君は何もかも黙って受け入れようとする。マチルダ、君はこの世界にはいないのか。誰かが定めた道の上を歩むだけの君の人生なら、君は何のために生まれた。言っている意味はわかる。だけど常に受け入れるか否定するか、2つの選択があるわけではない。選択できるのはいつもたった一つ、自由という選択だけ。邪魔はさせない。いきなり消されたんだけど。あ、一番奥に来てる。ニキータ、またいるな。不安な顔をしている。先を急いでるのに道がよくわからない。なんも心配ない。500ルクで風の塔までオイラが案内する。ニキータマジすげえな。金さえ払えば何でもやってくれる。着いた。最高。あれ、戦ってる。バカな。悪魔も妖精も人間も関係ない。なぜわからない。これはダナエに加勢しよう。常に女性の味方だ。貴様には消えてもらおう。技を打ってきたか。ちょっと待って、ダナエ食らうぞお前。食らった。吹っ飛ばされるだけか。当たれ。全然だ、全然だな。射程が短すぎる無音殺。なんだ、ちょっと待って、めっちゃガードしてくる。ホッピュッタ、ここだ。消えろ無音殺。終わりだ。マチルダ、ダナエ、アーウィンはどこ。行きましょう、妖精界へ。私は行かない。どうして。アーウィンはどこ行った。ダナエ、いつも気遣ってくれてありがとう。だけどもういい。アーウィンに会えて昔の自分に戻れたような気がする。
全然良くない。待ちだ。今日だけははっきり言わせてもらう。あなたアービンのこと愛してるんでしょ。愛している。だったら彼と妖精界へ行きましょう。そのまま死を受け入れるなんて許されない。それにあなたがいないとアービンだって何をしてかすかわからない。ダナエ、私とアービンはお互いの自由を奪ったりはしない。彼が世界を滅ぼすと決めたら私は喜んでそれを受け入れる。そんなこと認めたら死ぬのはあなただけではない。この世界の多くの人の自由はおろか命まで奪われる。冗談じゃない。私を信じなさい。そしてあなた自身を信じなさい。奪うことによって、隠すことによって、閉ざすことによって、それでは何も解決しません。あなたが信じたことを行うだけしか道はありません。私はマチルダとアーウィンに妖精界で幸せになってほしいだけじゃないの。なんで分かってくんないの、マチルダのバーカ。大丈夫、私の幸せは私が決める。あなたはあなた自身が幸せであるように生きればいい。人を幸せにすることが私の幸せ。それはいけない考え方。それで私があなたと同じように考えたら、二人はいつまでも不幸なまま。それでアーウィンは世界を滅ぼしてみるって言ってたわ。滅ぼしてみるなんだ。とりあえずやってみるみたいな。そんな、すべての命はマナの女神が作った。その石は女神の御石。私はガトへ帰ることにしましょう。どうすりゃいいのよ。なんとかの回廊終わり。どうぞ。ちょ、待って、何が入れなくね。入れた。上天の光。降臨のワーム、ルシュメイヤ。その昔、星より降りてきて暴れ回り、7つの都市を読み込んで、最後に火の海がどうちゃらこうちゃら。全身を覆っていた硬い骨格だけが残っている。アーウィンはその恐竜を復活させる。再び大地を食い尽くし、世界を混沌に陥れる。どうしてアーウィンを止めてくれなかったの。全く理解できない。どうして止めなければいけないの。私は彼を愛している。彼に自由を与えることが私の喜び。好きな人のそばにいたいと思うのが愛するってことじゃないの。あなたどこかおかしいわ。彼はずっと、私はずっと彼の一番近くにいた。ただ体だけが遠く離れていただけ。聖者みたいなことを言うなら悪魔なんかに肩入れしないで。彼と二人で妖精界に行けば誰も知らないし苦しまなくていいって分かってるでしょう。それがあなたのため、彼のため、世界のため。ダナエ、あなたのそばにはもう長くはいられない。聞いて。帝国のこの衛兵は不死皇帝の命を受けて、命を受けて、自らの意思とは無関係に争いを続けている。てか不死皇帝ってさ、ちょいちょい出てくるけど全然実態が分かんねえんだけど。海賊たちは己の欲を満たすため金品や女たちを強奪します。どちらの罪が重いと思う。どっちも馬鹿げてる。私たちの胸の中に火を灯し、生きる力を与えたのはマナの女神。その火を消すことが罪。自らの意思に従うことが女神の意思に従うということ。だったら私が彼を殺す。それでいいんでしょう。そう、それでいいの。あなたの意思は、あなたは何をするの。私はアーウィンと嫁が自由であることを見届ける。それで私の役目はおしまい。おしまいだなんて言わないで。あなたはまだ26歳。もっと楽しいことがたくさんあるはず。あなたのそばにいたい。ずっと長くあなたの妹でいたせて、マチルダ。あなたの好きにすればいい。これを持っていってください。愛のブローチ。私の力が必要ですか。ここで話さないと仲間にならないの。ならば共に行きます。行こう。
ルシェイメアかな。あれなんか出てきた。あ、なんか普通には歩いていけないんだ。こいつに連れてってもらわないとルシェイメアには行けませんっていう。着地地点、いや道が分からん。下に降りられる。ん？でまた上に登るのか。なかなか複雑だな。大鶴山脈、敵が出てきた。これどっから降ってきたんだこいつら。この上空で育って、ダナエに相当パクられたな今、経験値を。少なそう。燃え盛るかね。120か。蛇の出来損ない、竜の出来損ないで蛇になったのか。消えよ経験値。全然鎧とか変えてねえかんな。で、あ、なんか開いてる穴が。フランコジ、こいつ自体が竜なのか。このダンジョン自体が宝箱。腐った肉、そりゃそうだよね。こんなとこにあるんだから肉腐るよ。なんか変なやつがいる。こいつ結構攻撃力高いからな。その前に仕留める。経験値レベルアップ。ただ全然攻撃しねえな。戦闘本能、闘争本能を失ったか。ハンマースルー覚えた。トゥルースピア、一応アビリティとかもねしっかり覚えていってるんで。範囲技ちょっとセットしておけばよかったかな。一応ね短剣じゃなくて片手剣は範囲技がある。強いかどうかって言われたら分からん。そして後ろの方に範囲技だからな、立ち位置を気をつけないと当たらない。スライディング覚えた。結構敵の出現率が高いな。ただ切り刻むの、こいつ経験値やっぱ持ってるよな。200か、悪くない。宝箱、なんか虫みてえなのがいいんだけど。怪しい瞳、なんか来た。どうだい？アーミンはまだ全然本気じゃない。まだやれるかい？まだやれる。で先か。宝か。ヘビ2体で俺を止められるのか。てかただやられている。飲み込まれてねえかあいつ。加勢してやろう。あれなんかジャンプしてる。え、何？いや俺も飲み込まれた。助けてくれ。やるじゃないか。トカゲの
ウロコ経験値少な。サハギン、お前が来る頃にはヘビは死んでいる。おお、結構パクられたな。105。どっちだこれ。あ、ここから入れそう。いにしえの紅葉。敵がいる。結構ダナエちゃん経験値し取得してくるね。同じだ、半分パクられた。いて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 、早い気がする。ダナエの攻撃、もはや何を繰り出してるのかが分からん。経験値を渡さん。90、それなりにパクってくんな。宝箱ね、大したもん入ってないからね。竜の血、良さそうで使い道がよくわからない。こいつ結構多いな、いろんなところで出てくる。バックンチョコはいらない。いや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 、パクってくんな。スケルトンナイトって名前かどうかは知らない。ダナエやつは任せたぞ。一人で倒してみせろ。お前ならいけるはずだ。てかなんでこっち来んだ。行け。330、いいね。どこだこれ。こいつがいる。こいつ強いかな。無音殺、この距離ならば。川、あ、大丈夫だ、当たった。さすが。そして経験値は回収しよう。お前はその後だ。宝箱、絶望の叫び。ん？また来た。どうだい？まだやれるかい？まだやれる。これもうダメにすると返してくれんだよね、ワールドマップに。リンクアビリティみたいなのは何なんだろう。あとで見てみよう。ウィッシュボーン NPC リジェネーション、え、つまり何？移動中もヒットポイントは回復します。ああ、なるほどね。さすがに敵が多いな。雨いらない、取っとこう。もうタコ殴り早いな、やっぱり手数で勝負って感じか、ヌンチャクは。技の溜まりが早いからな、なんかどんどん使っちゃっていいと思うんだけど。ただね、この発動までが遅い割には微妙だからね。使ってきた、倒しちゃうから。しかもどっか行っちゃったし。おお、めっちゃ振ってる。技だけ見て終わり。うん、あそこから行けんな。朽ち果てた気高さ、読めない巻物。そんなものに価値はあるのか。
骸骨剣士。あれこいつなんか初めて見るっぽいんだけど、で吹っ飛ばされてる。なんかいろんなキモいやつらが背景にいるな。こいつさ、よく、どういうか、それなりのヒットポイントある割には経験値あんま持ってないんだよ。取りに行く。宝箱。教授の角。おつるさん見える。待ち構えてる。そんなに死にたいのか。いいだろう。見せてやる。俺の無音札。終わりだ。おお、なんかデーモンみたいなの降ってきた。ちょっとデブッチョじゃね、このデーモン。あんま持ってねえな。おーおお、なんか使ってるけど、だいにボコられてる。経験値は少ない。愛を背にしてる。俺は人という醜い種を滅ぼすためにこの地上に生まれてきた。消え去るべきが人の宿命。この大地から多くを奪ってきた。おごれる者の宿命。もう聞きたくない。蹴りをつけよう。え、どこで、ここで。所詮貴様もモンスターだ。行って行って、待って、なんか使ってる。おお、結構ギリギリだな。おお、ダブル必殺技。ってか何、どうなったこれ。いや、よくわかんないんだけど、全然当たってないよね。だから、ないすげえ一言言ってんだけど、ちょっとさ、だどこに当てればいいんだ。あー、もう技使い始めてる。2連か。え、なんだなんだなんだ、どうなってる。大してダメージを与えてない気がする。死んだ。いっていっていって、押し戻されんだよな。やっぱりこれでいこう。一番安全。いや、ハマったな。よし、これだ。所詮貴様もその程度だ。この最強の連撃の前にはなすすべもない。ダナエよ、安らかに眠れ。やつは俺が倒す。もう1形態あるか。なかった。この鳥何なの。突如として現れたけど、崩落したか。こいつあれか、ここの巣にいたやつなんだ。全然知らなかった。こんなに立派な鳥だったんだ。
なんとか町、カンクン町、ダナエ様、どうかしましたか。まさか先ほどマチルダ様が死去なさいました。そんな遺体はまだ夢見の間に、それが消えた。どうしましょう。捜索いたしますか。その必要はない。対外的にはどのように発表いたしましょう。すまない、後で考える。アーウィンの木が完全に消えた。死んだのか。我々の見込み違いだった。やつなら人間を滅ぼせるはずだった。本当にそう思うか。滅ぼされてたのは我々ではないのか。我々が、ああそうさ、戦争の記憶に縛られて本来のあり方を忘れている。貴様愚弄する気か。オールボーン、おい賢人、洗礼を受けてないやつが勝手に追いついている。どうすりゃいいんだ。俺を指示しろ。好きにさせておけ、何も問題ない。畜生、拉致が茜親父だ、賢人のくせに。オールボーン殿、なんだお前は、炎の洗礼を受けたのか。ようこそマチルダ、セルバのわがままに付き合う決心はついたかね。わがままだなんてめっそうもない。俺を無視するな。ソリウムマチルダ、もう老人のままでいる必要はない。ここでは望む姿になれる。その姿のままでアーウィンに会えば奴は傷つく。奴はお前の精霊力を奪ってしまったことを心底悔いながら生きていた。確かにその通り。若返った。彼はもっと仮想にいる。私が導こうか。新入り、ここは奈落。奈落は奈落の掟がある。いっぱい出てきた。アーウィン、消えなさい。シャドールたち、消えなさいだと。困ったお姉さんだね。消えなさいってあんた誰よ一体。宇宙、消えなさいシャドール。何が起きた。私の名は宇宙、初歩の真言です。それよりもどうですか、死んでしまった気分は。死んでしまったことで君の意外な力に驚いている。これは私の力というよりは宇宙の力。私たちの魂は望むもの全てを瞬時にして想像することができる。神のように。あなたもできる。俺は悪魔、破壊だけが俺の望み。愚かな想像などはしない。あなたらしい答えだけど正しくない。あなたは私を想像した。私に、あなたのアホまでは自分の周囲の力で決められていた。あなたに会ってようやく私は私を想像することを始めた。マチルダ、お前の存在は俺の胸にずっと仕えていた。もし俺に生まれ変わるチャンスがあるなら、もう一度悪魔として生まれたい。何かを想像できるなら無数の悪魔を世に放ち、世を混沌に陥れたい。そのために今はただお前という呪縛から逃れたい。魂はあなたが望んだことを全て実現できる。半分は私の意志、あと半分はあなたの意志。あなたが手を下す幕、この世界は間もなく滅びる。あなたが思い描いているような不自由な世界はなくなる。全ては私たちの心が想像する。さらばマチルダ、この手に抱きしめたらその細い体は砕け散る。
もう私にもあなたにも肉体の檻はない。上天の光、エスカデ編クリア。はい、というわけでエスカデ編いかがだったでしょうか。ちょっと悲しい感じの終わり方、だったような気もしますけれども、まあ、とりあえずこれで、本編のストーリーは3つ見た感じになりますので、まあ、最後のね、マナの剣は別にやんなくていいと思うんで。というわけで、一旦レジェンド・オブ・マナはここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、していただければ幸いです。